桃真由美です。今カラーセラピストをしています。あとカラーセラピストを育てています。色にもともと興味があって、着たい服が何であるのかなとか、あと夕日を見たりすると癒されるのは何でなのかなっていうところから色に興味を持ちました。カラーセラピーを学んでみて、14本のボトルには夕焼けを見るときのように人を癒す力があると思い、カラーセラピーをしたり、カラーセラピースッドを育てたりしています。カラーセラピーに来てくださるときに、例えば仕事のこと、パートナーのこと、子供のこと、両親のこと、例えばそういう中に一番自分が聞いてほしいこと、向き合いたいこと、すっきりさせたいこと、そういうことをご用意していただければ嬉しいです。私がカラーセラピーをしているときに大切にしていることは、その人が望んでいるゴールに向かってどうすれば一番一緒に導いていけるかなっていうことです。そのためには心を込めて相手の話を聞いたり、あとは愛を持って質問を投げかけたり、一緒に考えていく、そういうことをしています。で、その時にその人が選ぶカラーの力を借りて、その人自身が答えを出していくお手伝いというイメージです。教える時にもそれを大切にして教えています。